あり、で、うちの番組的にはあの吉野家さんと仲良くできる番組で、そちらにディレクターの方ができているので話をしていたら、なんとその吉野家さんがですね、我々猫のアニメコアとなくても協力サポートしてくれることになりまして、ありがとうございます。2015年吉野家の猫プラスの全国進出をしようということで、今猫プラスの吉野家2015年ラッキーリスターは誰だという企画をお届けしております。ラッキーな20人のあなたに吉野家特製メコンプラスオリジナルドームをプレゼントしちゃうという企画がスタートして2週間吉野家にまつわるお話をホームページに載せていただきます。Thank you.
つあるんだThank you.
アーティストの曲をずっと聴いてて飽きないって結構稀有なこと